今回は動物の攻撃3倍、昼の時間マイナス2分、石炭効率 1.5 のハードコアルールです。もうそろそろドレタンガに慣れてるお前らだったら余裕だろ。え、これ薬変えられるんでしょ。だいぶ無理です。いや余裕だわ。ちゃんと本気でやれば余裕のはず。やばい、俺もうなんか最初の手札で3カードがもう決定されてるんだけど。ちょ、4カード狙うわ、4カード狙うわ。ああ1,2,3,4 みたいな揃ったらなんか役出ねえかな。 1,2,3,4 は繋がんないよ。え、繋がる。だって 1,2,3,4 だよ。いや、1と2が繋がんない。えぐっ。おー、ストレートやってます。しかもワンチャンフラッシュあったかんの。いやーべ、めっちゃネミー今日。あー、頑張って石炭集めるぞ。集めます、頑張って。さあ、みんなのお腹は。俺食料もめっちゃ減るんでしょ、確か。あ、そうなんだ。ちょ、俺マジ大事だわ。食料ゲージは変えてない、食料ゲージは変えてない。別に変えてるのは動物の攻撃と1日の長さ。あ、待って待って待って、落としちゃった。火つけた。はい、石炭入れた。動物の攻撃と何だよ。はぁはぁはぁ、5個入ってる、5個入ってる。6個6個6個って6個って。はい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 、はい、いくよ。うわー、ここか。石炭1個抜きか。あ、やべえやべえ。あ、マジで気持ち悪い、この船動くの気持ち悪い。なよい、ちょっとダメだ。ふ、なよいや。お、ドルピン、これが見えるか。俺は望遠鏡捨てる。さよなー。おー、オッケーオッケー。じゃあ俺も海兵の銃捨てる。ちょうだい。じゃあちょうだい。いらないんだ。もうあれないよ、あの能力なんもないただのおっさんになるよそれ。俺手前あさって帰るべ。あ、アザラシちゃん、私たちの養分になりなさい。あいつ殺そうぜ。アザラシ、お前絶滅危惧種だぞ。許せないね。いや、もう俺らの食料だよ。あ、やばい。あ、始まった、また始まった。お、ここ来いよ。お前待って、お前バチバチ映れる。あー、やった、来た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 。お前待って、お前いいんですね、いいんですね、君たち。プロないですよ。じゃあ指つまで勝負。プロないですよ。じゃあ指つまで勝負。誰だ、誰だ。あ、見えんか。はい、いいよいいよ。異性ので3。はい、終わり。やば、こいつ忌憚効率 1.5 って言ったよな。で、動物もさ、強いんだろ。石炭抜いたらいいんじゃね。もう新ニューロだから石炭抜きそんな意味なかったりするのかな。まあ DD 君がなんとかしてくれるだろう。新ニューロ初手に離脱強いって聞いたことあるから、普通に離脱のつもりで動こう。やば、石炭効率 1.5 ってここで船止まるんだ。え、ここから見えないんだけど船。ほんとこれ。普通にこれ多分あれだぞ、狼のパワー3倍って言ってみんなはビクビクしてやるけど、実際は実はそんなことはなくて、むしろ攻撃力が 0.1 倍になってるドッキリで、これ。あ、じゃあちょっと狼突っ込んできてる。はい、突っ込んでくるわ。じゃあ敵夫さん、あの弓使わないでよ。拳でいきますよ。いきます。あー、普通にこれ3倍。マジでマジで普通に3倍。これマジで3倍や。3倍じゃない、3倍じゃないって。私は違う。いや、俺マジ3倍だ。めっちゃ3倍、マジで。これで3倍じゃなかったら俺ドルトハンガー差し押しで正解だったと思う、マジで。だってエルデンリングよりもむずいもん。全然届かない。全然届かなかった、あかん。ワンチャン3倍。ああ、えぐえぐえぐ、強すぎ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 。強すぎます。強すぎ、強っ。ちょ、待って待って待って。ええ強すぎるって、強すぎるって。オオカミ、オオカミ強すぎるって。いや、だから3倍、3倍って言ったじゃん。だからなんで聞いてないの、話ねえじゃないが。え、オオカミにミスったの誰か。オオカミザコシか。え、どうした。あの、知りました、オオカミに殺されました。お前いい加減にしろ、ガチ。いや、3倍3倍ってどんくらいだろうって思って突っ込んだら死ぬよ、普通に。うん。お前さ普通にダメだった。どうすんだよ。頑張ってください。ちょっとどうにかして頑張って。でもだって止まんないもんだね、これ。はい、行くよ。あ、いるわ。あ、俺死んだ。あ、マジで俺死んだ。
張れ、磨け、磨け、頑張れ、ナイス。いや、普通にさ、普通に一番最初のあの、狼と素手で戦ったやつのせいだろ、これ。ふざけんなよ、マジ。いい加減しろ、ほんとに。なんか、沈黙積む時点でも、あれだろ、DD とかちゃうん。これ、DD、イニン、いや、クンさんも、あるな。でも、この船の感じ、クンさんは人狼ではないと言った。っていう話なんだよね。え、今日の対え、ちょっと待って、お前喋ってなかった、おい。喋ってたよ、めっちゃ、あの、普通に喋ってたよ。いや、でもさ、あの、いや、でも冷静に考えて、これ動画だから、あの、沈黙されてる間も喋んなきゃいけないんだよ。で、マイクをつけてたら、口は動くでしょ。うん。それそうだよ。なら、なら、別にそうじゃね、マジで。マジ意識低い奴らと一緒に動画撮影するのだるいわ。マイナス2分だから、まあ、確かにちょっと早いの。かっちゃん、あれなかった鍵。あ、鍵鍵鍵持ってないっす。持ってないけど、ちょっと待ってくんない？ちょっと待ってくんない？俺死んじゃう。無理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 。石炭的に無理です。別に回り込めばいいじゃん。はっ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 。頑張って待って、ナイス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 。鍵開けてよー。あー、よかったー。鍵出てないよ。え、なんかどっか、あさったら出てきそう。あの、船内のチェストとかあさったら出るかも。一回ちょっと食料作りまーす。船内チェストガチャあさって、それもう、コップ別に料理大丈夫だと思う。あ、出た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 。あ、ナイスナイスナイス。あげてあげて。あげて。オオカミイケイケ強やった、マジで。俺のバチコリゴーに感謝しな。ま、こんだけ傀儡攻撃が起こられてないっていうのを見るあたり、お前らのどっちかが人狼なんだろうな。なに、そんな毒、そんな毒欲しい、ペニヤキ。今毒作ってるから待って。多分マジで毒。ガチャ毒作ってるよ。オッケー、毒作ったわ。多分近場の石炭しかないよな、おそらく。左石炭も持って帰ってないし、それがドルピンか、もしかしてドルピンが死んだだけか。多分左はまあもう死んで、で、記憶もどうなったんだ。不音が聞こえないのがなんか不思議だな。いや、多分どうせクマ初日行こうってそそのかされて失敗してるだけだと思うよ。ドルピンはどこで死んだの、あなたは。左奥、あの左奥の石炭いっぱいあるとこあるじゃん。あそこ無理よ、もうオオカミ3体いるから。俺2回くらいしか殴れてないから絶対無理だよ、1人は。ご飯食べたい人。ガッチャンちょうだい、ガッチャンちょうだい。もうたくさんちょうだい。たくさん？たくさん1個ですよ、1個だけですよ。ダメ。もう1個し、どうせいないから、あいつら。どうせ帰ってこない。お、そうか。寒さゲージやばいから2個とかもうめっちゃ作んないとダメだ。やべえ。え、それ大丈夫か、それ。いや、もう昼だから大丈夫。夜も短い、ね、夜は別に短くないよ。あ、わからん。夜の分数も短くなってんのかも。なんか夜も昼も短い感じするね、両方とも。え、そこ誰がいる？ペニガキ DD ディキョコがいます。ここ今からクマ狩り行くんですけど、来ます？みんなクマに行こうよ、動物の森します。今から何スクラップちょうだい、1個。何個ある？スクラップ2個ある。はい、ちょっとドルピンこっち来て、あの石炭持ってドルピン帰ってほしいかも、向こうの。はい、あとあっちのも持って帰るか。俺開けとく。こっちもで、これを持って帰ったら多分ここら辺まで来れるはずで、多分すごいすごい高確率で俺死ぬから、多分あの人たち多分失敗しそうな気がするし、一応行ってくる。それで進めといて、で鍵で最悪開けて、俺のこと。うん、まあ僕が傀儡なので、これらは火薬に変えられてバーンってなるということなわけですが、あっちゃん飯ちょうだい、あっちゃん飯ちょうだい。いいよ。みかさんマイクついてないよ。おい、マイク。こいつ、傀儡じゃねえでか。待て、え、これ、ドッペルじゃん。ドッペル。ドッペルだって、こいつ絶対。あ、いや、ダウンした。え、何したの、こいつ。え、こいつ喋んないからドッペルかなと思ってぶん殴ったら、全然ドッペルじゃねえの。呼んで、早く。いや、俺も4つ使うよ。ちゃんと。呼んで。呼んで。いや、マジか。あれ、まあ3倍だろうが何倍だろうが食らわなきゃゼロダメージ。だが俺は、まあでも俺も激怒ますけどね。俺たちも動物は俺たちだって動物というのって。ミニとカッチャンとドルピンは人狼の可能性薄いと思うのよ。はい、なんかクンさんクマ行ったよ。
早くない？リリーは土日どこにいたの？俺船で、あ、リトロ持っていかれ、あ、やっべ、おっと、ドルフィン君？ドルフィン君？どういうこと、どういうこと、どういうこと、なんでわかったの今ドルフィン君？なんかその急にスキル覚醒されされて困りますよ。その特殊能力急に開花されて困りますよ。ダメかも。いや、ドルフィンさんやっぱドレッドハンガーやって結構長いから、やっぱ長年の経験からわかるのかも。危ない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 。え、どうする、どうする、待って、なんかおかしい。いや、いや、まあやってすごいな。めっちゃ飛んだ。めちゃくちゃなんか喋んない。あ、そっか。え、一旦見逃す、一旦見逃す、一旦見逃すがして。え、じゃあドルピン、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 じゃあ、あの今インキャさん上で死んでるからインキャさん殺してきていいよ。あ、喋んないからムカつくから殺しいよ。あ、殺そう殺そう。あ、ちょっと、あ、ちょっと、それでいい、それでいいって言うと、こいつ殺しい、こいつ殺しい。こいつ殺しい。殺させてもらいました。一旦ちょっとオイラー困るわ。ドルピン勝負、今全部殺して、全部殺して。え、エニン殺して、エニン殺して、なんでエニン殺す。あ、分かった。さてと、あ、ディディ黒かこれ。ちょっと待って、ちょっと俺の方が絶対勝てる。押し切っていいよ、押し切っていいよ。まあ、俺は気づいたけどな。じゃあ、あいつ、いや、追いかけて追いかけて。帰れ、あるな、帰れ、撃って、帰れ、撃って、帰れ、撃って。はい。船全滅した？自爆ダメだよ。あ、ちなみに帰れ、撃ったもん撃たれてる。多分、あの、ダウンするから、自分ここで。頑張って、削って。え？船長？いや、違う、普通にミスった。え、でも毒打たれてるんでしょ。毒打たれてるのにどうすんの。でもこれで戻っていい、戻っていい、戻っていいよ。もうここで決めるしかない。もうお前がやっちまったから、もうここで決めるしかない。一応毒なんか打ち損ねた可能性も加味して寝かしても大丈夫かも。はいはい。で、まあもう傀儡ディディドルピン核で、で、陰キャさんとカッチャンが死んでて、陰キャさんワンチャン西入ってる可能性もありって感じ。まあ戦うしかなくね、これで。まあ吐かないってことは、ディディ一回自分に刺そうとしてきたから、毒まだ持ってるって感じだね。ちなみにね、ちょっと面白いことがあって、あの、ドルピンさんがニトロを持っていかれた瞬間、あ、ニトロ持ってってなんかあの言いかけて、ドルピンさん口滑ってました。どうかしてるわ、あいつやっぱり。一旦扉全部閉めて、一旦扉全部閉めて、曲げて、あ、オッケーオッケー。いや、まずいね。多分いける。よし、行くわ、よし、行こう。オッケーオッケー。てか、あと立ってない、多分トーテムが。鍵ある、鍵ある、鍵1ある、鍵1ある。オッケーオッケー、分かってる、大丈夫よ。今船占領中。あ、ショートする、まだ生きてるよ。あ、ショートする、まだ生きてるよ。ドルピン逃げるよ、これ耐えて耐えて耐えて、まだ耐えて、まだギリギリまで引きつけて、ギリギリまで引きつけて、ギリギリまで引きつけて。はーい。オッケー、ドア開けた。船長室逃げるね、俺一旦。うん、よっしゃー、全員殺せ、ドルピン、ドルピン今しかない、戦い、あと一人。え、これ頭よ。全員殺せ、俺注射で回復するから、今のうちに殺して。ヘッド、ナイス。逃げてる。どうなる、これどうなる、これあれ、とかデッサンってどうしたの。あー、違う、デッサンいるのか。もうジジイだわ、もう何か。来た ナズイですね。おー、来た、すごい、うますぎる。いや、早くなるの方行っちゃった。マジでいい加減にしろてめえ、バカドルピン。おい、お前本当に。まあ、ドルピンが危ないもんね。間違えちゃった。ニトロ持っていたって瞬間、もうあの船の中の人は、どうするどうするみたいな。もう
だから、これ一回音量で見逃されたんだよね。おい、いい加減にしろ。ドルピン、自白しても勝てるぜ。いや、もう俺次から、もう絶対殺そう。てか、人間さんまた喋っちゃうけど大丈夫？でも、泣いた。こいつ泣いてる。人間さん喋って。人間さん。あ、終わった。はい、人間さん。まだ。出ないね、もう押し付けられてたもん。これ陰キャさんのいるチーム負ける今回は陰キャ先生は負けるよ陰キャさんも殺したこれってあの…これあれだよ DD 傀儡仕草だよいや俺さっき傀儡の時殺してないからえ待って俺ニューメタひらめいたイニーさんイニーさんはい俺ニューメタひらめいたわ開幕ちょっとあのボイラー見てくださいはいちょっとあの一回これ止めてもらっておいまあ、ついた後で、え、もうあのね、終わってる見てください、これもう入れます、これ全部、これ全部入れます、普通に。あ、ちなみに弓はあれだよ、燃えないよ。あ、もうじゃあ、あの海に捨てます、弓は。おい、しゃべれ、おい、おい、しゃべれ。おい、マジで終わってるよな。はい、おい、開幕、じゃあ、俺、これ見てください。はい。おい。あ、もうマジで終わってる。なんか、バカほど少ないよ、石炭。いや、陰キャ転生がこれ入れてないから陰キャ転生殺して中身取るわお前あれやろ俺はよし手前頼んでいい誰しんのあー陰キャさんか手前頼んでいい手前の石炭お願いしていいっすか俺右側行く漁師あ漁師あれか出来おこか出来おこ石炭頼むだって初動一緒に行こうお前なんでなんでお前骨行くぞ骨あの違う骨じゃなくてあの石炭集めるこうやって俺が誘い出してあの 1V1 の状況にして近接内領主を殺す、はいまあ、今回僕はね航海士なんで初期武器が弱いつまり狼戦が非常に苦手なキャラクターになっているわけなんですけれどもしかしそこは気合で愛と勇気で乗り越えろ強すぎる狼マジで海は見えている陰キャ転生お前のせいで負けてるさっきおいすいませんでしたお前のせいで負けたはいすいませんでした本当にすいませんでした僕が先輩です鍵持ってるけどお前のことは開けないのも可能だぞいや本当にすいませんでした僕改心しました何僕改心しました反省してますえお前さお前まさかお前彼女と電話してたいや彼女と電話してないです何誰いや誰でもないですえじゃあなんでいなくなったの急にすいませんでした本当にすいませんでした人狼ってことすいませんでした人狼じゃないです僕は殺された哀れな市民です村人です船員です従順な神のしもべそれが俺早く集めてこいよはい僕はどうしようもない人間だそうだよあいや全然そうじゃないよじゃないんだ泣いた斧作るかさすがに狼倒すならさすがにこのままじゃ厳しい航海士が最初石炭漁らないのもなかなかねえなあ俺これ漁るかさてかっちゃーんかっちゃーんいないかまあ航海士の仕事をするかかっちゃんいるかーはーい狼島俺そろっと行くべさて狼倒しますかいけるかなかっちゃん寄ってほしいけどいないか危なっ危なっこれ白だろこれ白だろかっちゃんお腹すいた俺え飲んじゃった違うそっちじゃないリアルでお腹すいたあリアルで俺知らねえよおい待って火薬箱抜かれてるって弾薬箱かっちゃんかっちゃんかっちゃんか絶対かっちゃん絶対かっちゃん絶対かっちゃんなんで抜いてない抜いてない俺ここ来ただけだよえじゃあ他誰いたのインさんあいいんだいやいや別にかっちゃんの可能性もあるよいや待って俺ここ来ただけだぜ俺いやかっちゃん多分だけど俺の目の前にずっと走ってたから多分違うと思うまあ一旦帰るかえ兄さん俺があれ火薬箱漁ったこれ作るためにでこれ捨てますで火薬海に捨てた角見にさ、はい、いやこれ怖いよ普通にいやこれもしたらじゃあ俺ボイラーにおらねえからあれ左目当たった当たってないっすじゃあ最初ね鉛欲しくて火薬箱漁ったらペニガキに疑われてるんで俺ボイラーに寄せないでくださいデキオコさん石炭持って帰ってきた
あいつなんかおかしくね、進んでなくね、石炭効率悪いんだっけ今回。 1.5 だからか。で、今日石炭全部入れた、持って帰ってきたの。入れた。え、これさ、船曲がってるくね、なんか。え、待って、なんかあの氷河に突っ込もうとしてる、氷河に突っ込もうとしてる。おーい、おい、運転誰横で行け、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 横なるほど、なるほど。これ行け、横で行け、普通にだるい、マジでやめる、マジで。お前らマジ、お前だろ、お前らマジ配慮してねえな、お前マジで。マジで俺今日クソ気持ち悪いのにさ、この体調不良訴えながら運転をさせられてさ、これそれでなんかちょっとミスったらさ、こうやって殺されるのってさ、だから普通に頭おかしいと思いますね、マジで。起こしたるわ、しょうがねえ、起こしたるわ。いやこれマジやばいわ。え、普通に高難易度なのにいつもより簡単に人ダウンさせるの、なんなのこれ、なんでなのこれ。いやこれ行かないべきだと思うけどさ、ね、人狼の方が殺さないこと。お前なんだよこれ。え、好きない、好き。何これ棒人間やん、棒人間おるって。あの、早よ直して。え、まぁ、とりあえず着火するよ。あの、すいません、あの、着火してるんで運転お願いします。いや、誰も運転してないって、誰も運転してないって。ドルピン運転何じゃん、ドルピン。違う、俺じゃないから、どう考えても。はい、ドルピン、俺、燃料ちょっとずつ入れるべ。あ、わかった。え、ちょ、運転、俺朝に行きたいけど、まあ、いいか、じゃあ。あ、じゃあ、俺が運転する。あ、じゃあ、頼むわ。じゃあ、俺が運転する。こいつ、運転するのが一番まずいと思うんだけど、俺今。早く、当たってきて。うん。めっちゃ、デキオコくんが怪しいみたいな。え、デキさん、え、何これ、今、爆発した。え、でもなんか爆発した後、まだなんかちょっと進んでたよね。いや、大きいとじゃないのかね。穴何個？2個。めちゃくちゃ俺怪しいじゃん、じゃあ。いや、まあ俺やね、普通に。てか、これ多分 DD が俺に黒塗りしようとしてんじゃね。 DD ドルピン、どっちか、まあドルピンかな、どっちかがなんか俺に黒塗り、まあ俺がめっちゃ黒い感じでやってんのが悪いんだけど、俺に黒塗りするためにみたいな感じじゃねえかな。あ、もうだからいい、だからデキオコなんだって。絶対デキオコだろ。あ、ペネキ、俺隠しろ。え、ってか、やばい、石炭の進みがやばすぎる。ちょっと石炭誰も持って帰ってきてないから、やばい、多分これ勝てん、絶対無理だよこれ。え、もうここいなくていい、いなくていいから、さっさと石炭集めに行ってきて。なんでここまだ来てないんだ、あいつおかしいやろ。俺死ぬ。助けで、あ、死んだわ、じじ。いや、もうやばいだろ、ここ来てないの。あいつ何してんだよ、かっちゃん。かっちゃん、やばすぎだろ。なんで何してんの、あいつ。狼殺してないんだけど、この。あ、何？お前、飯集めろよ。いや、俺、石炭取ってる。は？ちょっと、船もクソ寒いや。怖いね。やばい、寒すぎてやばいっぴ。あ、ちょっとようちょっと待ってる。あの、俺死ぬから。後ろ。あ、俺も死んでんだ。ほどくこれ。お前それ運気すぎる。あ、届かないわ。おい、ダメだ。あ、俺も死ぬ。え、2デッド。2デッドなんだけど。じゃないな、もうちょい左かな。これちょっと寒いから打てない、入るよもう。はいはいはい、どうぞ。これ温めて温めて。あ、電気入ってる。うん、あの、俺死ぬから。いや、あ、待って、俺暖炉で温まろうとしたら罠引っかかった、ここ。は、早く。早くか。俺ボイラー70でしたから絶対ありえない。え、俺黒、マジで。え、俺黒くない、なんか。俺普通になんかとろってるわ、やべえ。で、デキオコなんで死んだの。え、俺は寒さで死んで、で、あの、ダウンした陰キャさんを、あの、僕が殺しました。あ？なんだこれ。え、デキオコは何？デキオコは一死してんの？二死してんの？まあ、両方死んだってことね。あっちゃん、シチュー、おい。シチュー、シチュー、シチュー。え、2周目を？シチュー。2周目だ、殺
俺で作る。じゃあ俺石炭取ってて。いやこいつ黒だ普通に。はいはい。絶対絶対おかしいおかしいおかしい。石炭作ってないの普通に黒すぎる。いや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 こいつだろどこ考えても。なんで石炭作ってないの。待って待って。なんでこの石炭作ってないの意味わかんないじゃん。いやでもなんでカッチャン別に黒要素ない別に。なんで殺すの。いやいやカッチャン石炭作ってないこいつ普通に。いやもうもういいいいもう どうでもいいどうでもそんなどうでもいいから石炭集めてきてもあと修理別にかっちゃんがかっちゃんが人狼だとして別にそんな脅威じゃないし別に考えなくていいと思う別に舐められてんのうわマジでやばいわドレッドハンガーに存在するトロール全部今達成してるかもしれない一人でいやマジ石炭 1.5 ってだけでめっちゃ厳しいからとりあえずクマ行かないこのまま俺いける5つ罠あるからいけるよよしじゃあ作るよあ俺木がね木やろはいはいはいセンキュー人肉で作るよ2個ちょうだいあるとねえ石炭あるよく持ってないできただる、だる、え普通にホワイトアウトこのタイミングで切られるのだるいなちょっと俺普通に寒いんだよないや行こう行こう行こうもうちょっと槍に行った方がいいえ船の進みえぐいけどいやもう それは俺たちの仕事じゃないえ、ディディってさ、望遠鏡出たの？望遠鏡出た。ああ、じゃあディディにあの石炭全部手渡しするから。あれ？あ、ちょっと置いといて。えい、えい。あ、持てない。俺持てない今。取られたら大変毒セット持ってるから。ああ、かっちゃん、飯ある？あ、飯今作ってますよ、人肉で。ちょっとおかしいんだよな。え、じゃあ、ディディもうさ、ボイラーの中入れといたから、もうディディのタイミングで。あ、オッケーオッケー。あ、それ、あ、それ頼む。人肉できたよ。あ、じゃあ、これあげる、これあげるに。はい。これ最初飲むよ。毒クリーム。早く、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 どうぞ、どうぞ。で、これホワイトアウト切れたら行くわ。なんでホワイトアウト取ったんだ。なんか、やばかったじゃん、逃げようとしてんじゃない、わかんないけど。村にバレて、逃げようとしてみたいな。え、それやったら幽霊か。多分、あとは、いや、大丈夫かも。もしくは、逃げていい戦闘で罠を打てる、今も。はい。見えない。どう見え。キル止まって待ってナイス、はい、クマの中に罠あるから気をつけてね村まで行く村多分伸びた人がいっぱいいるはず、まあ、ディディ白ならありがたいがなんか船助け求めてないこれいやもうみんなもう知らないもうダメだったらもう帰った時にやるしかない俺たちはこう今更帰れないもうあ、死んだ。ドルピン、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 ドルピン。ドルピン、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 ドルピン。いや、それ無理だ。あ、ごめん、俺も死んだ。ちょっともう世界終わるんじゃん。絶滅する。全滅した。いきます、クマは。やったわ、マジで。俺、人殺したわ。人殺したわ、インケさん。クマ全滅した。俺も死んだ。え、クマいるけど。え、どういうこと？クンさん、黒ってこと？どういうことだ？あのね、なんか多分クマ戦ってるところにカイラいたんじゃないかな。で、俺も急いで石炭持って帰る。まずい、多分相当死んだ。了解。カイラ分かんない、まだ。ドルピンだと思う。ドルピンって言ってたペニガキと適応法が、だからドルピンだと思う。え、多分2人ともこれ西でしょ、しかも。誰死んだ。ああ、そうだ、ペニガキ西目だ。で、ドルピンは人狼で死んだ。適応法も西目。それで、それドルピン。うん。でもドルピン、まあ石炭でもなんだかんだって持って帰ってきてる気がするんだよ。ええ、ディ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 、普通に。いや、騙してぶっ殺そうと思って、鍵にこうやったの。ああ、まあさすがに無理だろ。キャンセルするってさすがに。もう無理か。石炭は今、エニンが持って帰ってきてくれてはいるけど。いや、なんかエニンなんかね、謎のムーブしてた、なんか。いや、ちょこちょこ持ってきてくれてはいる。まあ、白目取り来てんのかな。
助けに来て、クマがどうなったのか知らない、うん、あ、クマ言ってたのね。なんかみんなマジで石炭持って帰ってこなさすぎて、ちょっと誰が黒なのかが分かんない。近接症で、近接症で、近接1個でもある。あ、クンさんいるわ。え、クンさん誰でした傀儡。ドルピン、ドルピン。あ、ドルピン。え、イニーさん何個ある石炭。え、今4つです、これで。あのさ、クマまだ生きてるよね。はい、あ、クンさんこれ近接いら欲しいなら1個ありますよ、これ。多分クマで守ってもらえてると思う、資材とか。あー、なるほど、そういうことか。資材とか石炭とか全部守られてるから。いや、ここ俺らいて、もうなんか前目、ちょっと待って、陰キャ転生が黒だったのかなーって、なんか思うけど、なんか妙だな。いや、多分クマはもういけると思う、おそらく。あとちょっとやれば。そんなに体力残ってない、銃も一発撃たれたし、うーん、まあまあ投げてるから、物とか。あ、クマ？クマ、え、2体目 ?1 体目2体目、2体目。あ、オッケーオッケー。あ、なら全然ワンチャンあるな。俺隠しろってのと、俺落ちあるってので、多分クマ行った方がいいのよ、俺。あ、確かに。だから、もう、はい、俺もうお茶4つあるから、無理やり殺してくる、愛して。いけるっしょ、多分何回かなければ。まあ俺も行く、もう殺しに行くしかない。かっちゃんどうする、船戻る、手伝う。船戻ろうか。オッケー、船任した。俺じゃあ手伝うわ、こっち。で、注射2個、アヘン5個だから、ガブ飲みすれば多分なんとかなる。それか上で、ゲト作ってかぶるのか。ワンチャン、デキオコか、インキャ転生黒じゃないと、ちょっと厳しさあるんで。は？あ、呼ばれてる。はい、呼ばれてますよ。まあ、普通に殴って殺すか。いや、お前も来ないと、お前してね。タケル？いや、タケない。タケル？ディディ。タケない、タケない、タケない。マジか、あの石がなくてさ。あ、石ある、石ある、石ある。あ、あたす、あたす、あたす。やべ、俺、結構体力ローだ。まあね、焚き火つけないと思って満身してた。あ、ちゃん、後ろのやつ殺せって、お前な、何してんの、お前。あ、こいつ、こいつ来るんだ、こいつ来るんだ、絶対こいつ来るでしょ。いや、違う、ほんと、いやいや、おかしいだろ、今の、さすがに。いや、倒して近づかないね、近づかないね。かっちゃん、帰って帰って帰って、船戻れ、帰れ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 帰って帰って、絶対こいつ来る、100%。だって、あの、ドルピンがユーラリティ出るのに撃てないから、絶対かっちゃんしかありないんだよ。まあ、勝ちでしょ。ここまでやっちゃえば。あとは満身創痍のあいつらを俺が仕留めればいいだけ。呼ぶよ、呼ぶよ、あの、罠張って。もう罠あるから呼ぶわ、ここに罠、なんかある、何個かある。残ってる。さすがに、さすがに俺村だろ、この感じ。てか、そもそも傀儡呼ばれてるから。あ、まあ、近接ない人いる？近接弱いのしかないよって人、これあげる。クンさん、近接ないもん。ちょっと待って、いや、俺近接あるからいい。オッケーオッケー、まあ、むしろそもそも、もう運んでほしい。了解。え、イニー、あれやろ？あれやるしかないかも。間に合わない。ローリングしよう。オッケーオッケー。え、これもう最終日？最終日。で、その後戦闘あって、あの、燃料だから、まあ、かなり厳しい。かなりローね、ちなみに。待って、じゃあ待って待って、一旦待っていいね。一旦ストップさせて。あ、センキューセンキュー、そうか、おい、一緒や。よし、行こう。いいよ、セティー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 よ、はい。ここ怖くない？いや、大丈夫、大丈夫。検証済みです。おー、なら信じるぜ。いや、俺もうね、あの、スクラップ1個と、木、石炭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 。あ、なら、まあ、燃料はどうにかなるか。いやー、しかし、あれだなー。誰が黒だったんだろうな、本当に。だから、いや、カッチャンドルピンが合ってると思うよ。カッチャンドルピンか、デキューコドルピンのどっちか。まあ、あの、デキさんもカッチャンも2人ともおかしいんだよ。そうなんだ。飯作んないシェフと、なんか、やばいみたいな。インキャさんも喋んないし。インキャさん一番多分何もしてないし、見ると。あいつ自分の試合であの A 作ったはずみたいな。1.5 無理じゃない。これ俺どうにかするわ。取られるから。あ、了解。じゃあ、カンさんの方。いや、もう特攻しちゃうわ、俺。しないんですけどね。試合するしかないね、これ。一人右から、カンさん。オッケー。ハロー。まあ、やばい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 、それまずい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 、逃げて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 、逃げた。おーい、船大丈夫？全然大丈夫じゃないよ。
いやーごめん無理。いやー無理か。カッチャンか。リリーは？リリー奥にナイス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 。え俺だけもしかして？俺だけだ。あごめん俺死ぬ。俺死ぬよ先端で。あ無理だ。終わりね。え、まあ、ドルピンと、まあ、勝ったんやな。何やろ。いや、いいんだよ。いいんだよ、ダメだろ。本当に何もしてないじゃん。俺よりヤバいやついたわ、なんか。マジで申し訳ねえわ。